三浦瑠麗氏夫、10億円投資トラブルで家宅捜索、上田玲子都議。どこもかしこもたどり着くはパネル疑惑がネットで話題。内容はこちら。三浦瑠麗氏夫の10億円投資トラブル家宅捜索で上田玲子都議が苦言を呈したようです。では上田玲子都議のツイートより内容を見てみましょう。上田玲子、東京都議、自由を守る会代表。三浦瑠麗氏の夫が10億円投資トラブルで六本木タワマンに家宅捜索。夫を支えながら推移を見守りたい。逮捕された公明国会議員や小池知事にも献金した谷町も逮捕。どこもかしこも、どなたもこなたも、たどり着くはパネル疑惑。やっぱり絶対、太陽光パネル義務化反対。彼女を重用した橋下徹氏が出演するワイドショーなど、どれだけ地上波で取り上げるか。予想される同志コメント。法律上、本人と配偶者は別人格。この件で三浦瑠麗氏への批判は誹謗中傷に等しい。ただし、家宅捜査の結果については、当事者は真摯に対応すべし。太陽光パネル利権に救い、甘い塩をする金の亡者たち。許すまじですよ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。安直なビジネスだこと。両親を捨てたら誰でもできそうだわ。すごい世界やね。まさに再エネ利権。みんな、お金が好きすぎる。抗菌中チューバー。みんな金。嫌になりますね。次はこちら。弱者利権に元が関わってるしな。この際だから、好機を改めようぜ。中国スパイばかりで嫌になっちゃうよ。スパイ防止法。利権絡みのポジショントークに飽き飽き。みんな大好き中華利権。スパイ防止法制定を急ぐべきですよ。あまりにも遅すぎます。次はこちら。ソーラーパネル反対です。首都圏に猛烈な台風が襲来してパネル破砕した場合、片付けで二次災害が心配では。東京都の太陽光パネル義務化の見直しにつながってほしい。どんどん闇が暴かれますように。太陽光パネル義務化の見直しは必須ですよ。最後はこちら。緑のタヌキも叩けば埃が出そう。うさんくさいやつは早めにつぶさに調べた方がいい。こういうのを週刊誌に期待する。疑惑はさらに深まった。緑のタヌキ自体が、なんとも怪しいお方ですからね。結論。太陽光パネル利権に群がり、私腹を肥やすために悪事を働く金の亡者たち。そんな人たちは、自然破壊なんてどうでもいい。災害につながろうが関係ない。景観が損なわれようが知らぬ存ぜぬ。自分さえ良ければどうでもいい思考の人間たちなのでしょう。そんな人たちには、必ず今回の三浦瑠麗氏の夫のように、重い天罰が因果応報として自分に跳ね返ってくることでしょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。